昼からはい、どうもこんにちは、いちすけです。この間の、外で食べた動画が思いのほか皆さんに見ていただいたようでですね、また来ることになりました。今日は隣に先輩もいます。どうも、たくすけです。声だけの出演ですねそう、今日は隣に先輩がいるんで、割とでかい声で外で喋れるという、まあ、なんとも気の小ささが露呈するような内容となっておりますね。確かに独り言だもん独り言なんですよね、一人で撮ってると。そう、撮影協力してくれるっていうようなコメントもありまして、すごく助かっております。ありがとうございます。今日も例によってみなとみらいにいます。あ、いい天気ですね。今日のご飯はうざ今日はシーチキンのおにぎりと梅のおにぎりとザバスのミルクプロテインです。合わな。オムライスおにぎりを食べられた先輩なんですけどね、おにぎりを食べないっていう話をしておきながら早速おにぎりを買ってます。もう今日もカモメもいないし、いつもいますよね。でもいるいる、飛んでるよ。とちょっと話そうと思った話題あったんですよ、今日これ撮るときに。人が辞めるっていうことですね、会社を。はい、はい。僕の会社はですね、本社が海外にあるいわゆる外資系という会社で、人の入れ替わりが非常に激しいっていうのが特徴なんですけれども、でも辞め方って2つあるかなと思うんですよ。何と何？1つは完全に会社が嫌になっちゃって辞める、仕事が嫌になっちゃって辞めるっていうのと、もう完全にステップアップで辞める、もう次のステージに行きたいっていうので辞めるっていう2パターンがあると思うんですね。今回僕の親愛なる友人が辞めちゃったんですけれども、ちょっとツイッターにも書いたんですけど、こんなことに後者だったんですよね、ステップアップで辞めるっていう。で、前者の会社が嫌で辞めるとか人が嫌で辞めるっていう人がチームメンバーに出てきちゃった時はどうすればいいのかなっていうのが一つの悩みでもありますね。人の仕事をあれじゃん、考えるときにあれだって人間関係と労働環境と給料の3つって話じゃないですか。人間労働給料の3つで仕事を継続するかどうかを辞めると、仕事を決める時もその3つって話だったから、辞める時もその3つなのかなって。その3つが全部満たされてないと難しいんですかね。全部じゃなくても、どれかがすごいネックになってしまったのであれば、ネガティブな会社になってしまう。そうですよね。じゃあ短期的に何か解決してあげられそうなの、多分給料は難しいですよね。給料は難しいね、個人の方で。給料は逆にもう転職でしか上がんないみたいなところありますね、普通に過ごしているのであれば。ちすけくんが改善できるのは人間関係だよね。人間関係、そうですね。今のところ4年目ですしね、もう長いからな。人間関係、でもこうやって例えば昼休みにこういう開放的なところで先輩とご飯食べれる関係っていうのはかなり個人的にはいい関係なのかなと思うんですけど。そうね、一人の席で黙々と食べるっていうのも、悪くはないですけど。そうですね、でもその辞めちゃった人ここに一緒に食べに来てたんだけどな難しいですよね、人間関係一つとっても。この動画ご視聴いただいている視聴者さんの中で、そういう例えば人間関係をマネジメントするようなことがある人がどれぐらいいらっしゃるかちょっとわからないところではあるんですけど、ちょっと人間関係を構築するのってやってよかったなっていうようなことがもしあったら、コメント欄にぜひいただけるとすごくありがたいです、ね。今のゆちすけは先輩方とご視聴いただいている皆様によって構成されております。ありがとうございます。もう前の動画で皆さん見てるかもしれないですけど、ありがとうございます。ハトが来て、ハトが来ましたね。これのどかなところのハト結構いいんですけど、絶対餌
さあげちゃダメですよ。マジでいつ来ますからね。いつら行っちゃってる目してる。あのしかもなんかここら辺のハト、あーやばいやばい来たじゃん。ここら辺のハトなんか一回とおお来た来た。危な危な、取られそうですよ。やっぱダメですねおにぎりは。ということでこのおにぎりを2つ食べたんで会社に戻ろうと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。まあ、緩いなと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。